めぐみ、明日俺の実家に結婚の挨拶に来れないかな。早速両親に紹介したいんだ。え、明日？だって昨日のプロポーズで OK って言ってくれただろ。もう俺たちは婚約関係だし何も問題ないよね。そうだけど、でもさすがに展開が早すぎない？ちょっと心の準備が。あー、ごめんごめん、俺つい浮かれすぎちゃって。さすがに実家への挨拶はまだ早いよね。まずは俺たち二人での話し合いが必要だよね。え？何よりもまずはお互いのことを知らないと。実家への挨拶はそれからでも大丈夫だよね。それなら私たちはもう大丈夫じゃない？私たちはもう2年も付き合っているんだし、お互いのことならそれなりに知っているわよね。こんなの全然足りないよ。俺はめぐみから実家の話とかあまり聞いてないし、うちは両親が早くに事故で亡くなっているから実家に関する話題ってあまりないんだよね。ご両親は亡くなっていても仲がいい親戚とかはいるだろう。結婚って家同士の方もめちゃくちゃ大事だからさ、そういう人がいるなら教えてほしいな。それはうちは親戚付き合いがもともと少ないんだよね。むしろ両親が亡くなった時にかなり揉めちゃって、それっきりほぼ絶縁しているのよ。え、そうなの？恥ずかしい話なんだけど、遺産でね、お金が絡むと人って変わるよね。つまり揉めるぐらいの遺産があるんだね。え？ご両親の遺産は全部貯金してるって言ってたよね。本当にまだ一回も使ってないの？ぶっちゃけいくらもらったの？どうして急にそんなことを聞くの？なあ、変な誤解はしないでね。俺別に遺産にあまり興味ないけどさ、これから俺たちは夫婦になるだろう。だから一応知っておく必要があるかと思ったんだよ。私はそうは思わないな。え、結婚してからのお金は二人のものだと思う。でも独身時代の資産はそれぞれのものだと思うの。そんなに私の遺産が気になるなんて、まるで自分のものになると思っているみたい。違うよ、俺がそんなこと考えてるわけないじゃないか。そうだよね、なんかごめんね。親戚と揉めた時のことを思い出しちゃって。いいんだよ、俺も変なこと聞いてごめんね。ただ俺はやましい気持ちとか一切ないから、将来のことを考えて知っておく必要があるかと思っただけ。言いたくないことは無理に言わなくていいからね。息子から聞いたわよ、めぐみちゃん、ついに婚約したそうね。今度結婚の挨拶に伺いますね。楽しみに待っているわ。でも今はそんなことどうでもいいな。それよりも婚約指輪のお返しはいつになるかしら。え、お返しですか？息子の健太から立派な婚約指輪をもらったんでしょ。だから次はめぐみちゃんがお返しするのが当然よ。考えしていたなら考えていました。ブランド物のお財布を送ろうかと。そこは腕時計とかじゃないの？財布よりもレロックスとかがいいわ。レロックスですか？半返しどころか指輪の数十倍じゃないですか。でもそれぐらいもらわないとね。男にとって結婚の覚悟を決めるって相当なことなの。きっと息子の覚悟はレロックス並みだったはず。だから同等のものを返すべきよ。私たちには車一台でいいわよ。車種にこだわりはないけど絶対に新車にしてね。車ですって？どうしてミキさんたちにも買わないといけないんですか？私たちがいないとケンタは生まれてこなかったのよ。そして結婚の話も出なかったの。だから私たちにもお礼をするべきだと思うわ。ミキさんって変わった考え方を持っているんですね。でもすみません、私はそうは思えません。なんですって？結婚は私と彼の二人の問題です。申し訳ないですが、ミキさんたちへの礼は必要ないと思います。その代わりご挨拶に伺うときに高級なお菓子でも持っていけますね。まあ、なんてケチな子なのかしら。お金ならいくらでもあるんだから、これぐらいいいじゃない。え、ケンタから聞いてるわ。ご両親の遺産がかなりあるさね。私の資産は私とケンタの結婚に関係ありません。これ以上話を続けるなら結婚を考え直すことになりますよ。あら、やだ、そんなに怒らなくてもいいじゃない。仕方ないから車諦めてあげるわ。でも忘れないでよね、あなたが息子と結婚できるのは私たちのおかげなんだから。おい、めぐみ、ついに婚姻届を出してきたぞ。これで俺たちは晴れて夫婦だ。これからよろしくね。まあよろしくね。今後は俺と俺の実家のためにその資産を使いまくってくれ。え、ま
まず実家に仕送りだな。これからは毎月10万を俺の実家に仕送りしろ。もちろん金はお前が持っている遺産から出せ。ちょっと待ってよケンタ、どうして私がケンタのご実家に仕送りをするの？しかも月10万円も。全額私のお金なんて。嫁なら旦那の実家に尽くすのは当然だろ。だから仕送りするのも当然だ。なんですって？月10万円ぐらい何も問題ないだろ。めぐみにはご両親が残した多額の遺産があるんだし、俺の実家に援助しても困ることはないはずだ。ケンタ、私たちはお互いを大切にしたいから結婚したのよね。まさかと思うけど、私の遺産目的じゃないよね。もちろん大切にしたいと思ってるよ。お前がたくさんの資産を持っている限りはな。え？俺も俺の両親もお前からの援助に期待してるぜ。今年で親父も定年を迎えるし、いろいろと生活が不安らしいんだ。だからここは息子夫婦として助けてあげようじゃないか。だったら息子のあなたが仕送りをすればいいじゃない。うるさい。お前はその息子の嫁だろ。旦那様が払えと言ったら黙って払え。これから毎月10万円実家に仕送りしろ。じゃあ離婚で。なら慰謝料をもらうからな。なんですって？俺は離婚してやってもいいぞ。めぐみが俺たちの要求を拒んで離婚したいならしてやる。でもお前のわがままを聞いてやるんだ。慰謝料をしっかり請求するからな。まるで脅迫じゃない。私との結婚は全てお金目的だったのね。結婚したら遺産を貢がせる、別れたら慰謝料で金銭要求なんて。お前の好きなのを選んでいいぞ。ちなみに慰謝料はそうだな、こんなに早く離婚することになって俺の両親を悲しませるんだ。たくさんの人を悲しませるから、お前の持ってる資産の半分だ。半分も？お前の通帳こっそり見たことがあるんだ。両親の遺産のおかげで1億円も入っていたよな。だからその半分の5000万を俺によこせ。これがあなたの本性なのね。でも私の資産は渡さないし、もう離婚だって成立しましたから。え？と言っても婚姻届を取り下げただけなんだけど、離婚届を出す手間が省けて助かったわ。どういうことだ？婚姻届はついさっき俺が役所に提出したばかりだぞ。それにちゃんと記載ミスがないか確認してもらったし、役所の人にも受理されましたって言われたぞ。その後すぐに私に役所から連絡があったのよ。怪しい人が証人欄にサインしたいと言っていますって。え？新郎の母親だと名乗っていますが本当ですかって確認されたの。だから断っておいたんだ。適当にサインさせてその婚姻届は破棄してくださいってね。は？ちょっと待てよ、俺の母親が母さんが役所に来たっていうのか？健太が婚姻届を出したすぐ後に来たんですって。どうしても息子夫婦の証人になりたいからサインさせてくれって。私は新郎の母親だから証人として問題ないはずだって。でもあまりの迫力に怪しんだ職員の方が確認の連絡をしてくれたの。私もいろいろと不安になってね。一度その婚姻届を破棄できないか相談したの。そしたら職員の方が優しく答えてくれたわ。本人の同意がない婚姻届は絶対に受理できません。いい感じにごまかして取り下げておくので安心してくださいって。嘘だろ。じゃあ俺が提出した婚姻届はもう破棄されたのか？多分市役所のシュレッダー行きね。職員の方がスマートに対応してくれて助かったわ。入籍直後のトラブルが結構あるらしくて、こういう確認は徹底してるんだって。 そんな、じゃあ俺たちはまだ夫婦じゃない。ようやくお前と夫婦になれたと思ったのに。一瞬夫婦になりかけたけどギリギリ他人に戻りました。だから慰謝料請求なんてケンタにはできないわ。だってあなたは夫でも何でもないんだもん。嘘だろ。せっかくここまで順調だったのに。どうしてミキさんがあんなに証人になりたかったのかは知らないけど、きっとろくな理由じゃないでしょうね。結婚の話も白紙で、私はあなたと別れます。明日からケンタとの新居に引っ越す予定だったけど私は行かないからね。あれは私の身を借りと思ってやったことなの。婚姻届に証人になったら有利になると思ったの。私もあなたから慰謝料をもらえると思ったのよ。はあ、全く意味が分かりませんね。ちょっとだけ欲を書いたの。婚姻届の証人になってあげた責任を取れて言えば、離婚するときにもっと慰謝料をもらえると思ったの。
なんとなく理解はしましたけど、やっぱり意味不明ですね。え？そんな無茶苦茶な主張で慰謝料が増えるなんて聞いたことないですよ。それに欲をかいたせいで婚姻届を取り下げることになりましたし、本末転倒ですね。あの、私がバカみたいに暴走してごめんなさい。でも違うのよ、息子は関係ないの。息子はあなたの遺産なんて全然興味ないから。は？あの、仕送りとかいろいろ聞いちゃったわよね。 でもそれは全部私たちが言い出したことだから、息子はそれに黙って従っていただけ。だから結婚だけはしてあげて。そんなこと言われてももう無理ですから。一生懸命かばっても全て無駄です。どう考えても家族全員で私の遺産を狙っているじゃないですか。そんな、じゃあ本当に健太と結婚してくれないの？はい、絶対に結婚しません。それじゃあ私はどうしたらいいの？息子の健太も旦那も私のせいでブチ切れてるの。私が余計なことをしたせいだって、計画がパーになったって怒ってるの。そんなの私には関係のないことですから。それではさようなら。どうぞ家族みんな仲良くしてくださいね。本当にごめん。俺も両親も調子に乗った。つい最近に目がくらんでしまっただけなんだ。もう二度とバカなことはしないから、俺と結婚してくれ。はあ？なにが最近に目がくらんだよ。どうせ最初からお金目当てで私に近づいたんでしょ。それは違うんだ。ちゃんとめぐみのことは好きだった。でも初めてめぐみの家に遊びに行った時にたまたま見ちゃったんだ。めぐみの通帳に1億って数字が書いてあって、それで目がくらんだんだよ。どうやったら人の家でたまたま通帳が見えるのよ。通帳なんて大事なものそこら辺に置いてるわけないでしょ。それは最初から通帳を見る目的で遊びに来たんでしょ。私は両親を亡くしていることを周りにオープンに話しているもの。どこからか遺産の話を聞いてもおかしくないわ。それで私に近づいたんでしょ。だとしても本当にめぐみのことが好きなんだ。一旦遺産とか仕送りとかそういうのは全部忘れよう。俺は君を愛してる。これだけ覚えてくれたらいいから。ふざけんな。私はもうあんたなんて愛してないし、生理的に無理なのよ。入籍直後に豹変したあんなひどい態度、忘れたくても忘れられないわ。そんな、そしてそんな健太と一緒になってご両親も私をお金として見て、あなたは知らないだろうけどね、婚約指輪のお返しをしろってミキさんに車を要求されたんだから。そうなの。こんな人たちと家族になるなんて絶対に無理。あなたとはもう分かります。これ以上文句があるなら弁護士とか第三者を交えて話し合いましょう。そこまで言うなら分かったよ。明らかに俺たちが悪いもんな。もうめぐみのことは諦める。じゃあその代わりせめてお金を貸してください。はあ？お願いします。元恋人のよしみで無理して俺たちに金を貸してくれ。どうして急にそんな話になるのよ。しかも無理して貸してくれって。俺たち本当に浮かれていてさ、計画通りめぐみと結婚してお前の遺産も好きにできると思ってさ、その実家の建て直し計画を進めていたんだよね。何ですって？もうハウスメーカーと契約していてさ、設計図も書いてもらって窓際も完成したんだ。今さら中止にもできないし、一括支払いの約束もしている。だからそのお金を俺たちに貸してください。ふざけんじゃないわよ。お金がないならローンでも組んだらいいじゃない。ローンなんか借りたらいくらかかると思ってるんだよ。そもそもお前の遺産を当てにしていたんだ。当選に6000万もかけて新しく建て直すつもりだったんだぞ。6000万円も？こんな金額俺の年収じゃローンを組めるかギリギリ。仮に組めたとしても利子も合わせたらどれだけの金額になるか。だから頼む、俺たちに無理して貸してくれ。絶対に無理です。どれだけお願いされても私はお金を貸しません。じゃあさ、これはどうかな。この家をお前に譲ってやるよ。お前がこの家を買えばいいんだ。はあ？ついにあんたまで意味不明なこと言い出したわね。何言ってるんだ、一番いい解決方法だろ。建て直す家は完全に二世帯住宅にするつもりなんだ。それに吹き抜けリビングに最新システムキッチンでかなり最高だぞ。その家をお前が買ってお前名義にすればいい。そして俺たちを住まわせてくれ。はあ？
玄関もお風呂も別の完全に世帯住宅だから、ちょっとしたオーナー付き賃貸だと思えばいいんだよ。もちろんちゃんと家賃は出す。この辺の相場だと月7万なんてどうだ。つまり6000万を失った上にあんたたちと同居しろと、オーナーとして元婚約者一家と暮らせって、一体どこまでバカにしたら気が済むのよ。そんなの絶対に無理に決まってるじゃない。そんなこと言われても俺たちも無理なんだよ。時計6000万の支払いなんて絶対にできない。できなくてもやらなきゃいけないでしょ。その無茶な金額で契約したのはあなたたち。ずさんな計画を立てて人の金を当てにした責任は自分で取らなきゃ。そんな。それではこれで失礼します。今後何かあればすぐに弁護士に連絡して間に入ってもらいます。二度と私の前に現れないでくださいね。その後、ケンタたちは家族全員でハウスメーカーや銀行さんに頭を下げて何とかローンを組めたようです。しかし手数料や金利を入れると総支払い額は7000万超え。売りに出そうとしてもこだわりが満載すぎる完全に世帯住宅は買い手もつかず、ケンタの給料とボーナス全額を当てて何とか返済しているようです。そして生活費はすべてご両親の年金と退職金を切り崩すことに。こうなったら金持ちの嫁を見つけるしかないと新しい恋人探しも頑張っているようですが、今のところは出会いも一切ないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。